防衛省によりますと、北朝鮮は昨日未明、平壌近郊から日本海に向け弾道ミサイル1発を発射しました。ミサイルは最高高度およそ100キロで350キロ程度飛翔し、日本の EEZ ・排他的経済水域の外に落下したと推定されています。北朝鮮は前の日の12月31日にも弾道ミサイル3発を撃っていて、 2日連続の発射です。 昨年から立て続けにミサイル発射を繰り返し、朝鮮半島そして地域の緊張を著しく高めています。北朝鮮による一連の行動は、我が国、地域及び国際社会の平和と安全を脅かすもので、断じて容認するものではありません。関連する安保理決議に違反するものでもあり、我が国として北朝鮮に対し、北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議し、強く非難いたしました。 朝鮮中央通信によりますと金正恩朝鮮労働党総書記は12月26日から31日にかけて開かれた朝鮮労働党の政策を決める中央委員会拡大総会で核弾頭の保有数を大幅に増やす必要があるとして増産を指示したということです。